アレクサンドラ・イゴレブナ・ボイコワは、ロシアの女性フィギュアスケート選手。ロシアサンクトペテルブルク出身。パートナーは、ドミトリー・コズロフスキー。2020欧州選手権優勝。2020ロシア選手権優勝。2017世界ジュニア選手権2006年に、スケートを習い始める。当初は、シングルスケーターとして、 サンクトペテルブルクのアレクセイミーシンのチームで指導を受けていたが、2015年11月頃ペアに転校し、彼女より4ヶ月先にシングルから転校してトレーニングを受けていたドミトリー・コズロフスキーとペアを結成する。結成からわずか10ヶ月後、国際大会のデビュー戦となるジュニアグランプリシリーズモルドビア・サカズキで銀メダルを獲得する。続くシリーズ第2戦。 ブライオン・シュベルター・坂月では4位となり、ファイナル行きの切符を手にする。12月にマルセイユで行われたファイナルでは、パーソナルベストを更新して、銅メダルを獲得。同じく12月に行われたロシア国内選手権には、シニアとして出場し、6位に入った。さらに、2月に行われたロシアジュニア選手権では優勝。3月には、 世界ジュニア選手権に出場し、1位のアレクサンドロフスカやウィンザー組に2.05点差で、赤敗するも銀メダルを獲得した。JGPS ラトビア大会では銀メダル、続くクロアチア大会では銅メダルを獲得し、ファイナルでは5位となる。10月には初のシニア国際戦となるチャレンジャーシリーズミンスクアリーナアイススターに参戦し、 パーソナルベストを更新して優勝した。1ヶ月後、CS2000 目のワルシャワ杯では銀メダルを獲得する。この年、ロシア選手権にはシニアとして参加し5位、ロシアジュニア選手権では4位となった。CS2000 からシーズンのスタートを切り、ロンバルデア杯では2位、フィンランディア杯では3位。10月末、スケートカナダでグランプリシリーズのデビューを果たす。 この大会ではパーソナルベストを更新して4位。続く11月のフランス国際では銅メダルを獲得する。このシーズンのロシア選手権ではショートフリーともに3位で総合3位となった。1月初参戦となった欧州選手権でパーソナルベストを更新し銅メダルを獲得する。ありがとうございます。